1989年のコース1989年のルマン24時間レースは57回目のルマン24時間レースであり、1989年6月10日から6月11日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。主催者のフランス西部自動車クラブとレースの国際組織である国際自動車連盟とのテレビ放映権をめぐる対立が表面化し、 スポーツカーのシリーズから外された単独の国際格式レースとして行われた。この年は伝統のユーノディエールにケイ員が入らない状態で行われた最後の年となった。予選初日にジャンマリー・バレストルは秘密会議を召集し経費を削減するためとして1990年からフォーミュラ1と同じ3.5リットルのノンターボエンジンとすることを提案したが日産自動車の町田に ターボ車の方が経費がかからない旨反論を受け、日産以外のメーカーもこれに同調したためレギュレーション、変更は時期尚早であることを認めざるを得なくなった。前年タイヤバーストで参加していないハンディはあるものの、熟成の進んでいなかった前年ですら高い、戦闘力を見せたことから優勝候補として挙げられていたのはメルセデス・ベンツのザウバー C 級である。BMW で、 数々の実績を挙げていたヨッヘン・ニーヤ・パッシュを監督に起用し一歩進めた強力な体制での参戦。車両はスポンサーカラーでなくナショナルカラーである銀色でフランス人やイギリス人の中にはアドルフ・ヒトラーがメルセデス・ベンツやアウト・ウニオンを支援して銀色のマシンでサーキットを荒らし回った時代を想起した人もいた。ただドライバーはフランス人、イギリス人、 イタリア人などドイツ人に限られない国際色豊かな顔ぶれであった。エンジンは DOHC の M119 型となった。去年のタイヤバーストの原因はダウンホースが大きくタイヤが耐えられなかったことによることが分かったのでダウンホースを小さくし空気抵抗が減少したボディとなりこの副産物として最高速が伸びた。ただあまり ミサオヤス性は良くなくドライバーの負担は大きかったという。念願の優勝を前年果たしたジャガーは、トム・オーキン賞が直接管理する4両の XJR-9 を持ち込み、連覇を狙っていた。ただ新しく切り替える方向であった V 型6気筒ターボエンジンは、ルマンに持ち込めるだけの信頼性がなく、引き続き大きく重い7リットルエンジンで戦うこととなった。 スポーツカーレースシリーズではハンドリングに悩まされて、痛がルマンに来るまでに解決した。ポルシェはワークス参戦を取りやめ、ヨーストレーシング等有力プライベーターを支援するに、止まったが、台数としては依然最大勢力であった。日産は車種をアルミニウム派に噛むモノコックだったマーチ製から軽量で、剛性のある炭素繊維コンポジットのローラ製に切り替えて大幅な、 戦力アップを果たし有力チームに仲間入り、ポテンシャルでトヨタやマツダをしのぎ、日本車によるルマン総合優勝に関して、日産が最有力候補となったように思われた。しかし、車種、エンジンを新しくしたため十分な熟成ができずに、ルマンを迎えることになった。出場は日本から2台、NME から2台の計4台である。VRH35 エンジン開発に関して、 エンジン設計責任者だった、林義正は、当初内径ファイ 85mm 工程 77mm の 3495cc を主張したが、上司の同意が得られず、後に、人事異動で認められたもののすでにルマンへの投入には、時間切れで、実際には内径ファイ 85mm 工程 75mm の 3405cc だったという。トヨタは日産が、 レース専用の V 型8気筒エンジンを開発したことに触発され、ようやく開発した V 型8気筒ツインターボエンジンを開発、参加するだけだった状態からの脱皮を図りつつあった。エンジンは、内径ファイ 82mm 高程 75mm で 3169cc 圧縮比8.0で 800PS、8000rpm と発表された。 エンジンを積む車種も開発が必要になったが、それまでにトムスで蓄積された技術は活かされず、TRD で設計されることになった。新型のトヨタ 89CV を2台のほか、大事を取って、旧型のトヨタ 88C も1台出走させた。新型車両はエンジンがピーキーで、操縦性も旧型車両と違っていた。トヨタ 88C は製作したトムスが主導して、 セッティングを進めた。トヨタ、TRD、トムスと先導が多くレースの方向性を、巡りエネルギーを集中する面ではあまり効率が良く、ない体制であった。アストン・マーティンは、リアウィングの下にラジエーターを設置する奇妙な車両を持ち込んでいた。ランチアは4年落ちの中古車で、予選通過さえ危うかった。前年のルマンの後、松田と松田スピードは、 予選で10秒以上のタイムアップを図ること、7位以内の入賞と具体的な目標を掲げ、ジャガーと同ペースで走るため、エンジンと車種の性能をそれぞれ15%向上させることで一致していた。エンジン担当の栗尾則幸は、エアファンネルをエンジン回転による伸縮式とし、トルクピークを2カ所とすることに成功した。また、鋼鉄製だった。 アペックスシールをセラミック製に置換、補給量を大幅に軽量化した。これらの改良により、改良前に 550PS だったエンジンは燃費を向上させながら 630PS となった。トラブル対策、車体軽量化、空力性能の追求も行われた。前年モデルの改良型であるマツダ767バイトが3台、出場した。初日は晴れた。 メルセデス・ベンツは早く3分15秒04で1位。2位も獲得し、最前列を占めた。ノンターボにもかかわらず、ジャガーが3位と4位につけ、去年よりも確実に早くなっていることを伺わせた。5位はヨースト・ポルシェ。日産は初歩的なトラブルでタイムは上がらなかったが、NME の24号車が3分24秒09、12位で日本車最高位となった。 トヨタは調子が悪く決勝までにまともな車に仕上がるかどうかという瀬戸際に立たされていた。宣伝部からエンジニアに速さをアピールするよう要請があり、予選用にブースト圧を上げたタイムアタック用エンジンを積んだ T カーを持ち込み直線だけぶっ飛ばしてタイムを出す手法でタイムを出すこととし、初日に走行が開始されて1時間40分でジェフリースが それまでのトヨタの記録より10秒以上早い3分15秒51を記録、その段階で1位であった。この記録は認められず、記録としては37号車が3分25秒60で17位、36号車が3分28秒32で24位、38号車が3分28秒64で25位となり、国産税では最下位となった。は、 十夜隆が完全に修復された202号車で3分25秒45を記録し16位。レースは大荒れの展開になった。日産は NME の24号車がスタート直後に5位に浮上し23号車も一時3位を走行するなど検討したが4台ともエンジントラブルでリタイアとなった。しかし組付けミスによるオーバーヒート、夜間のオーバークールによるオイル希釈で メタルが焼きつく、等対策可能なトラブルであることがはっきりしており、今後に期待を持たれた。トヨタは予選用の1機を除いて、全く出力が上がらず、また足回りの改善も進まず、開始前から勝負を放棄せざるを得なかった。三十八号車が一時間でスピンして、サスペンションにダメージを受け、三十六号車が三時間でエンジントラブル、三十七号車が三時間四十分で、 ドライブシャフト接損によりクラッシュし、結局全車リタイヤであった。しかもトヨタは、プレスリリースに状況を書く際に、技術陣がドライブシャフトが折れて事故になったことを認めようとせず、さらに評判を落とした。アストン・マーティンは19号車が、スタート直後から電気系統のトラブルに見舞われ、2時間35分でリタイヤするまで治らなかった。18号車が、ブライアマツダは、 前年のマシンの熟成により安定した戦いぶりで3台ともがサスペンショントラブルを起こしたものの軽傷で大きく順位を落とすことはなかった。ジャガーは全車両が深刻なタイヤトラブルに悩まされた。1号車は6時15分に排気系とトランスミッションにトラブルがあり、9時30分にパトリック・タンベイがテルトルルージュでスピンしたものの153周目から5時間ほど。 トップを確保するなどよく走った。リ、2号車は、U のディエルで、最高速度時速 389km を記録したが、18時50分で、ショックアブソーバー部長、21時4分、フロントボンネット交換、22時55分、プライスコブが、テルトルルージュで、コースアウト、5時18分アルナージュで発煙し、ヘッドガスケット破損により、リタイアとなった。 3号車は18時58分 U の DL でバルブ発損、公式には22時23分にリタイアとなった。4号車はスタート後わずか8分で車輪交換、20時11分排気管部品交換、5時52分ホード試験ンでミシェルがスピン、6時44分またしても排気管部長、8時に再びスピンとトラブルが続き、 15位まで後退したが、その後ペースを上げ、最高速時速 386km を記録するなど追い上げた。16時間目にオフヘンマス、マニュエルロイター、スタンレー・ディケンズ組のザウバー C 級の63号車がトップに立ち、24時間で 5265.115km を平均速度時速 219.90km で走り、 61号車を伴って1から2フィニッシュ。メルセデスベンツが勝利したのは1952年のルマン24時間レース以来37年ぶりであった。ザウバー C9 の61号車はレース中に時速 400km を記録した。3位はヨーストレーシング9号車のポルシェ962であり、レース中も一時はトップを走ったことで、その戦闘力がまだまだ高いことを示した。 ジャガー陣営では1号車が24時間で 5143.300km を平均速度時速 214.589km で走り4位。これがジャガー陣営最高位となった。4号車が24時間で 4980.80km を平均速度時速 207.716km で走り8位。松田はトヨタや日産が 全車リタイヤした中で乾燥、7、9、12位に入った。7位の201号車は368周、走行しているからかなり大きな成果であったが、商品本部長であった、立富康は、優勝争いに絡まず乾燥ペースで走っているのを、物足りなく、感じ、1990年のルーマン24時間レースに、向け大幅な性能向上を図ることにした。ありがとうございます。